はい。皆さんおはようございます。2020年の7月の6日、46日チャレンジの6日目、始めさせていただきたいと思います。行政手続法を完全に制覇しようということで、やらせていただいております。黒沢です。よろしくお願いします。東京都知事選は小池さんが圧勝でしたね。投票率が55%っていうことでしたけれども、 まあ、オンライン投票は早く始めてほしいなと思いますね。このオンライン化の議論の時は必ずこのセキュリティの問題とか本人確認の問題を指摘される方がいらっしゃるわけですが、まあ現状、じゃあ本人確認ちゃんとできてるかっていうと本人確認してねえじゃんっていうですね、えー、いう感じもしますよね。やっぱりですね、抵抗する側には抵抗する理由、本当の理由というのがやっぱりあったりとかして、 技術的には可能なのにも関かかわらず、なかなかやらないのはどうしてだろうなんていう、まあ疑問を投げかける意味でも、我々は、こう、意思表示をしていく。まあ選挙という形かもしれません,、まあ、せんけれども、まあ意思表示をこう続けていくっていうのが、まあ大事なのかな、なんていうふうに思いますが、まあ今日は、えー、第6条を見ていくということになります。今、皆さんが見ている、学習しているのは、申請に対する処分。 処分の中でも申請に対する処分、不利益処分と分かれますが、申請に対する処分、これについての規定が行政手続法に5条から11条まで挙げられているということですよね。で、5条から11条の中の5条は審査基準というのを昨日ですね、学習しました。そして今日は6条標準処理期間というところになります。 あの、行政書士事務所で許認可業務を扱ってますとね、こう日々問い合わせが入りますで。日々問い合わせが入った時にお客様から、じゃあ、個物営業法についてお聞きしたいですとかね、えー、まあ、こういうのをやりたいんです、なんていうことで、まあ、個物営業法についてお聞きしたいんですってことは言われないですね。えー、こういうお店をやりたいんです、まあ、中古のものを販売したいんですとか、お酒を通販で販売したいんです、えー、許可お願いできますかと、こういうふうに聞かれるわけですけれども、 あの、お客様に、まず最初に聞かれることは何かっていうと、えー、もういついつ開業予定なんですけれども、もうこの辺で間に合いますかと。8月からこういうのやりたいんですけれども、8月には許可間に合いますかまあ、こういうことを聞かれるんですね。 まあ、あとは報酬いくらですかっていうことも聞かれますけれども、基本的にはですね、スケジュールの話を一番最初に聞かれます。で、我々はこれを説明しないといけないわけですね。で、役所がですね、1ヶ月で許可が出るのか、2ヶ月で許可出るのか、あるいはもう5日ぐらいで許可が出るのか、これがあらかじめ分かっていないとですね、説明がやっぱりできないということになりますけれども、まあ実際、役所の方では大体何日ぐらいで許可出ますよ。 ということを示してくれているんですね。これがいわゆる標準処理期間というものになります。この標準処理期間について条文が第6条というところで挙げられているわけですが、条文上はどうなっているか、まあ、後々ちょっと細かく説明しますけれども、まずはざっくりですね、押さえていきましょう。第6条なんですが、こういう条文ですね。行政庁は申請がその事務所に到達してから、当該申請に対する処分をするまで通常を要すべき標準的な処理期間。 学校書き一旦飛ばします。を定めるように、努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている、機関の事務所における備え付けその他の適当な方法により公にしておかなければならないと。おこれ、ま、ざっくり言うとですね、えー、標準的な処理の期間というのは、我々が申請出します。で申請をその事務所といいますか、役所の窓口出しますよね。役所の窓口に出して、そこからだいたい何日間ぐらいで許可が出ますか。 ということなんですね。申請をしてから、その許可が出るまでにかかる標準的な期間をあらかじめ定めるようにえ努力をしましょうということで努力義務規定というのが挙げられているということになります。ここは努力義務ですね。努力義務です。そして、それを定めた。例えば1ヶ月で許可が出ますよということで定めたということであれば、それを みんなにね、知らせないと意味がないですから、設定をしたものを公表する義務がありますよ、とされているわけですね。で、6条は標準処理期間設定努力義務で設定後公表義務ということで理解し覚えていただければ結構です。設定努力、設定後公表義務と。 をこんな風にですね、覚えていただければいいということになりますけれども、じゃあちょっと具体的に見ていきましょう。細かめの話をしていきたいと思いますけれども、えー、じゃあ例えばですけれども、えーまあ、私の会社なんかでは、えー、これあの、ドローンのですね、無人航空機の飛行許可申請なんていうのは2015年の12月から国法の改正で始まったタイミングでスタートをしているので、 いやもう何件やったんですかね。まあ、多い時だと、あの、年間通して1000件以上やってる。あの、いろんな申請更新含めてですけどもね。あの、やっていますので、まあ、結構件数は、ああ、今までやってきたわけなんですけども。これ、あの、今現在は、 えー、これはあの、航空局のホームページとか、あ、国土交通省かな国土交通省のホームページを見ていただけますと、そうすると、おこう申請してですね、で、許可が出るまで、えー、0回長日っていう書き方がなされています。10回帳日。そうなんですね。あの、これ標準処理期間1ヶ月って言ったとこの時に、この1ヶ月という期間とか、じゃ10日という期間が、 結局その日取りのベースなのか、6月1日に出したら7月の1日に出るのか、それとも会長日っていうと土日含まない、土日祝日含まないっていうことになりますから、どっちなのかっていうのは意外と大事なわけですね。 ねこのドローンの申請なんかについては、重会長 B なんていう書き方がなされているということになります。じゃあ、もうちょっと細かくいきますと、あれ、航空法っていうですね、法律を見ますとですね、えー、許可権者誰かっていうと、これは国土交通大臣っていうふうに書いてあるんですよ。で、国土交通大臣、無人航空機のね、章なんかを見ていただくとわかると思うんですけども、それを見ると、そんなふうに書いてあると。で、実際には、ただ、えー、 これはですね、西日本と東日本でこう分けているんですけれども、管轄をね、分けていて、東京航空局と大阪地方航空局、この地方航空局でですね、実はあの、管轄してるんですよ。だから、通常の申請っていうのは、本省国土交通省に出すんじゃなくて、えー、この地方航空局にですね、えー、これは審査を出すという形になってきます。 で東京航空局の場合はね、審査早いんですけど、大阪地方航空局の場合は、今だとですね、重回調備全然、あの、間に合わず、大体3、4週間かかるんですよね。えー、だから標準処理期間って、必ずしも守られるかっていうと、まあ、あの、件数めちゃくちゃ抱えてしまったりとか、これね、東京航空、航空局より大阪地方航空局の方が、あの、多いらしいんですね、件数がね。まあ、件数多いっていうのもあるし、あとはマンパワーの問題ですかね。 あの、人員の問題もあって、必ずしも守られるかというと、守られていない現状もあるということなんですね。え、標準処理期間って、まあ、設定努力義務だけど、その設定したら守んないといけないんじゃないですかって言われることあるんですけど、まあ、これあの、あくまで標準的な期間なので、 で、過ぎてしまうということもあり得ます。審査状況によっては過ぎてしまうということもあり得ます。あ、ちなみになんですけど、当然ですけれども、これあの、添付書類が足りないとか、法令に適合する申請になってないとかで、で、補正とかがかかってしまうと、その期間というのは含まれません。含まれません。なんなら、この、ドローンとかの場合っていうのはですね、 補正とかがあったら、補正を受けて、で、それで申請し始めて、そこからまた重回帳日かかったりとかですね、えー、しますんで、結構ですね、あのー、まあ、法令にちゃんと適合した申請を出してからの期間と、いうことで理解をしていただくとよろしいかな、というふうに思います。条文上もこういう書き方してますよね。申請がその事務所に到達をしてから、 えー、申請に対する処分をするまでと。 で、まあ、あ7条とかとの条文、鉄業の7条の条文ともまた比較しながら、後々読んでいくと理解が深まるかもしれませんけど、そうそう、じゃあここで申し上げておくと、この到達という意味は何かということですね。到達という意味は、これは覚えておいた方がいいかもしれないですね。意思表示、その我々の申請して許可をくださいというこの意思表示ですけれども、意思表示が相手方に領地することができる、領地しうる状態にあればいいというのが、あ、これが会社 通常なのでですので必ずしも領地ができているという状況じゃなくてもいいです領地できる状況になればいいので申請をすればいいんですね申請をするということですね、えー、これまた7条でも説明しますけれども申請をしてあの受理する受理しないという概念はありませんから 法令に適合する申請を出せばですね、それであの申請行為というのは完了ということになりますし、そして、えー、それがまあ領地しうる状態になっているということであれば、まあそれでいいということになります。 ちなみになんですが、このドローン申請なんかに関しても、簡単な申請なんかに関しては、まあ簡単な申請というと言い方悪いですけども、標準的な申請に関しては、えー、国交省で今用意している Dips っていうですね、えー、そのオンライン申請のシステムがあるんですけども、それに載せてやるんですね。で、オンライン申請をした場合というのは、一体いつのタイミングがこれは到達のタイミングになるのかということになりますけども、 これはあの、去年の12月の16ですかね、令和元年の12月の16日、施行のあのデジタル手続き法というルールがありますが、デジタル手続き法の6条の3項、これを見ていただくと、その6条3項にはオンライン申請のそのシステム、それに、まあ、あの、簡略して言いますよ。オンライン申請の実際システムに、向こう側の国交省のシステムに、えー、のファイルにですね、 備え付けられたファイルに書き込まれたときということになります。だからまあ通常はこの申請をするともうすぐですね書き込まれますから、あそのタイミングでえ到達をしたと、到達をしたということにはなるんですけどね。なるんですけどね。まあなかなか実際にあの処理をするということになると、うんそのシステム上に反映されたものを 実際に担当官が見ないといけないわけですから、そういうのを考えるとですね、えー、すぐさまで,ですね、もうオンライン申請した瞬間に、もう OK が出て、で、それであの10日間でえ許可が出るかというとなかなかそういうものではないというのが通常ではありますけどね。えー まあでも東京航空局は早いですね。もう早いともう一週間以内にですね、最近え許可が出るというものもありえます。ジャミーなんですけれども、私が今あ担当してた案件なんかについては、えーまあ、日本国内でもですね、事例が全くない、えー、かなりちょっとこまあ、難易度の高いですね。えー ドローンの実証実験のですね、えー、申請を担当しておりましたけれども、これは去年の12月に、えー、これはもう地方航空局じゃなくて、本省の国土交通省に、えー、持っていきまして、で、それでもう本当に機体の担当と安全運航の担当ともいろんな方々に、えー、まあ審査をしていただくということで、いろんな方々とお話をしましたけれども、まあ時間かかって、えー、実はもう本当に7月入って許可が出ました。だから半年以上、 かかって通常でですと10会長日の案件なんですが、えー、半年以上かかってですね、えー、ようやく許可が出るというものも実際あったりとか。